味噌カンプラは福島県の郷土料理。500円玉くらいの小さいカンプラを皮付きのまま多めの油で炒めて火を通し、味噌と砂糖を加えてから味が染みるまでに詰めたもの。食料なんで、ジャガイモが米の代わりに主食として食べられていた頃に生まれたとされる。ジャガイモを収穫する際に出る売り物にならない未成熟の小さい芋を集めて料理し、 甘じょっぱく味付けしたものがおやつなどとして人気となった。現在では農家が小さい芋が取れた時、味噌カンプラを作るために取っておくこともあるほか、味噌カンプラを使ったアレンジメニューがローカル番組で紹介されるなど、福島県内では馴染みのある料理となっている。なお、カンプラは福島県の方言でジャガイモのことを指し、オランダ語でジャガイモを意味するアーデプルから、 アップラ、カンプラへと変化したという説が有力とされている。カ尾村の味噌カンプラ、アブクマロマンチック街道、AB 味噌カンプラ福島市ホームページ県民の秘密、カミングアウトバラエティ秘密の県民賞、ハットゴジテレ、アイラブキッチン福島の郷土料理、味噌カンプラ。ありがとうございます。